どうも皆さんこんにちは。今回は簡単に、ガーリックシュリンプの方を作っていきたいと思います。使う材料こちら、アルゼンチン赤エビとホワイトマッシュルームです。バナメイビ、スーパーにね安く売ってるやつでも、全然作れるんですけども、今回はちょっとね綺麗な見た目のアルゼンチン赤エビを使っていきたいと思います。で、アルゼンチン赤エビね、殻を剥いていくんですけども、殻はね、味噌汁だったり、ガーリックシュリンプをね、ちょっと手を込んで作りたいときは、その出汁を使ったりするので取っておいてください。で、エビの殻はね、剥き方は大体知ってると思うんですけど、それぞれね簡単な剥き方とか調べると出てくると思うので、そちらの方を参考にして全部剥いていってください。で、自分はね尻尾はエビフライみたいな感じで残しちゃいます。で、全部剥き終わりましたら、エビのね背わたを取るんですけども、まな板を準備して、エビをね、一つずつまな板に置いて、この背の部分にね、だいたい深さ 0.5 センチぐらいかな、5ミリぐらい切れ込みを入れると、中からねこういう黒いなんか腸みたいなものが出てくるので、それを取ってください。で、この作業を全部行って、エビの処理は終了になります。次はソースですね。ナンプラーと、各種ね好きな乾燥ハーブ、家庭にねよくあるミックスハーブとかでいいです。で、それとニンニクですね。これ適量になります。ニンニクはね、入れれば入れるほどうまいんですけど、次の日にね好きな人とキスする約束がある人とかは控えた方がいいかもしれないです。で、ニンニクは全部皮を剥いて、みじん切りがねいいとは思うんですけど、僕はめんどくさいんで輪切りにしちゃいます。で、輪切りにしたものは、このミックスハーブのね器の中にもう全部加えちゃいます。なんかね手の込んだ料理を作りたいって方はね、いろいろ解説動画とかがね載ってると思うので、今回は家庭でね簡単に作れるように自分なりにやってます。で、ニンニクが全部切れましたら、最後にナンプラーをね大さじ2分の1杯ぐらい入れます。軽いね味付けと、あとナンプラーのね、香りをね軽くエビにつけていきます。で、これで食材のね下処理が大体終わって、最後ねマッシュルームを、食べやすい大きさ、全然ねそのまま今切ってるみたいに切ってもいいんですけど、僕はなんかこうソースにしてエビにこう絡ませてあげたいので、こう切った後に少しね細かく、刻んでます。ここら辺はね結構適当でいいと思います。細かい方がねエビに、絡みやすいようになるので、マッシュルームのね旨味をエビと一緒に楽しめるかなと。じゃあキッチンでねフライパンを準備していただいて、そこに大体大さじ2から3ぐらいの油を引いて温めます。で、カロリーが気になるよとかいう人はもう少し少なくても全然いいと思います。で、油を引いて温まってきたら、そこにマッシュルームをね加えていきます。で、温まりきる前に入れちゃってるんですけど、家庭料理なんでそこら辺は全然いいと思います。適当で。で、マッシュルームに火を通していくんですけども、ホワイトマッシュルームね火が通ると結構茶色っぽく、色が変わってくるので、それを目安にしていただいて、そこにさっきの、ニンニクとハーブとナンプラーを混ぜたものを加えてください。で、加えてね少ししたらニンニクの香りが立ってくるんですけども、その時にエビを、ドバッともう一気に入れちゃって大丈夫です。
ほんとね、十数秒ですね。で、ここに先ほど剥いたエビを入れていきます。エビ入れたらですね、フライパンを軽く煽ってあげて、まあ先ほどのねソースを、エビに多少絡ませてあげてください。で、エビが重ならないようにね、火の通りが悪いところができちゃうので、重ならないようにエビを引いて、で、片面にね、火が通ったらひっくり返していきます。で、完全に火が通ったらね、完成になります。15分ぐらいでできるので試してみてください。じゃあ盛り付けに行きましょう。盛り付けがね、途中からなんですよ、ごめんなさい。録画ミスでね、途中からになっちゃいました。で、まあ適当にね、盛り付けちゃっていいです。今回のガーリックシュリンプいかがだったでしょうか。まあね、簡単でめちゃめちゃうまくて、まあ家庭ではね、まあ普段作らないちょっとおしゃれな料理ができるので、皆さんもね、よかったらぜひ作ってみてください。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。週1でね、動画の方は投稿していきたいと思いますので、皆さんよかったら毎週チェックしてみてください。ちなみにね、このガーリックシュリンプ食べたんですけど、マジでうまい。マッシュルームのね、旨味が結構出るので、まあ、マッシュルームは、まあ、家にね、なかなかないとは思うんですけども、ぜひあのスーパーで買ってマッシュルームをね、入れていただければと思います。他にね、パプリカとか入れても結構美味しくなるので、よかったらぜひいろいろアレンジしてみて試してください。